皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は懐かしいカー用品を14個集めてみました。1970年代や80年代といえば、若者にとって車は憧れの敵でした。かっこいい車に乗っているのは、今でいうと IT1ONE の最新最上級機種、思っているようなものでしょうか。カーショップへ行って内装をいろいろと揃えるのは、自分の城を作り上げていくような楽しさがありましたね。それでは懐かしのカーアイテムを見てみましょう。1つ目、カードホルダー。今のように ETC がない時代、高速道路ではチケット出口まで置いておく必要がありました。カードホルダーが重宝されていましたね。2つ目、コインホルダー。高速道路や自動販売機で何かと現金が必要でした。ダッシュボードにつけていた人いませんか。3つ目は芳香剤。とにかく各種類が豊富でした。中でも昭和の定番といえば、インパネウマツラに取り付けられていた瓶入り芳香剤のグレースメイトコピー。昔流れていたオール阪神巨人さんのテレビ CM、 覚えている人も多いでしょう。車にポピーのセリフでおなじみですね。カーコルもよろしく。このグレースメイトコピーは現在も購入可能です。40年を超えるロングセラー商品となっています。そしてこの瓶入り芳香剤と並んで流行っていたのがビーズ芳香剤です。別名匂い玉。色もカラフルでした。どんな色を選ぶのか、タイプが分かれるところでした。当時純正装備されていた灰皿にザラザラとビーズを入れる時の感触はよく覚えています。当時は給油や洗車を行うとサービスで灰皿に入れてくれるガソリンスタンドも多かったものです。今では灰皿自体が純正装備されなくなってしまったので、見かけることはほとんどなくなりました。番外編、地図帳。リンゴの表紙の地図帳、どんな車のダッシュボードにも入っている必須アイテムでした。特にデートの前には必死に地図を見ながらドライブコースを頭に入れました。地図見るよと明るく言ってくれると安心したものです。今でもドライブ前に地図帳で確認する習慣がある人も多いでしょう。4つ目はドリンクホルダー。今はどんな車にも標準装備されていますが、かつては後からつけるものでした。車を買ったらまずはドリンクホルダーを買いに行くという人も多かったのでは。最初はドアパネルとウィンドウとの間に引っ掛けるタイプのものが多かったものです。運転席だけでなく助手席にもつけていました。ドアをそっと閉めないと悲惨な目に遭ったり、手動で全開した窓を閉めるときに外れることもありました。続いて登場したのがエアコンの吹き出し口に装着するタイプ。ホルダーとして機能するだけでなく保温保冷できると人気でした。そしてスプリングリングホルダー。くるくるとしたデザインが印象的です。昔の車はインパネが低く上っ面も平らだったことから、ここにドリンクホルダーを貼り付けて設置するのがおしゃれでした。5つ目はレースのシートカバー。当たり前のようにファミリーカーにも付けられていました。車内で喫煙している人も多く、黄色く色が変わったりしていました。外して洗濯して再度かぶせるときレースが縮んで苦労したものです。6つ目カーオーディオ。8トラック式、4トラック式がありました。丸いつまみが2箇所、ボタンがついたタイプです。自分で録音はできず、あらかじめ録音されているものを購入しました。7つ目カセットテープ。8トラに代わって大人気となったのがカセットテープです。通勤用、デート用などオリジナルカセットテープを作ってドライブを楽しんだものでした。海に行くからテープを作ろうなどとついつい寝不足になった人も多いのでは。8つ目 CD チェンジャー。80年代後半になると車で音楽を聴くアイテムとしてカセットテープから CD へと移行します。そしてその CD は1枚単体でなく、チェンジャーという機械に音楽アルバムをセットするのが定番。6連奏より10連奏や12連奏など、とにかくたくさん収納できるのがかっこいいとされました。デート前になればトランク内や助手席の足元にある CD チェンジャーにセットという作業をした方もいると思います。
9つ目、社外ステアリング、手軽に行えるカスタマイズとして人気でした。カーショップでも数多くは使われていました。当時はエアバッグがなかったので、ステアリングの交換は比較的容易でした。人気だったメーカーはイタリアの名門ブランドモレッティ、 MOMO のロゴをよく見ました。そしてナルディ、クラシックは傑作と言われています。最後がパーソナル、あのアイルトンセナが愛用していたブランドとして有名です。手軽なカスタマイズとはいえ、実際につけるのは硬くて大変でしたよね。10個目、社外シフトノブ MT。 社が当たり前だったあの頃、シフトノブの取り替えも簡単にドレスアップできるポイントでした。水中化が入ったものやウッド製、カーボンフなどカーショップでも様々な形状のシフトノブが販売されていました。現在でも新品の入手は可能で、 MT 社なら簡単に交換できるものの、 AT 社が普及してシフトレバーにボタンがつくようになって交換が複雑となってしまったのが残念です。番外編、速度警告音。この音に記憶はありませんか？かつては設置が義務付けられていました。普通車で100キロ、軽自動車で80キロ、聞こえてくる音でした。単調な音が眠気を誘うという声や、外国車メーカーからの反対もあって、1986年に義務化は終了しました。11個目、光るリアスピーカー。当時若者がお金をかけたリアコンポ、そして搭載しているメーカーを主張したのがリアのボードの上に設置したリアスピーカー。中でもケンウッドやカロッツェリアなどのメーカー名が点灯し、華やかさを演じた光るリアスピーカーが人気でした。ポジション点灯ではブルーやホワイトに点灯、ブレーキを踏めばベッドにブランドロゴが点灯しました。これにより日中だけでなく夜間も後方車にさりげなくアピールしていました。他にもブレーキランプと連動するアイテムとして、ウルトラマンの目が光るユニークなものもありました。12個目、自動車電話用のダミーアンテナ。携帯電話が普及する以前、憧れの存在だった自動車電話、当時月額基本料3万円、通話料が6両10円、でした。車内で電話を利用するにはアンテナが必要で、トランクに設置していました。そして当時は自動車電話がなくてもかっこいいという理由だけでダミーアンテナが販売され、遠目には本物に似ていたことで人気になりました。より本物らしく見えるようにアンテナ部分に NTT のシールを貼り付けたなんて人もいましたよね。13個目、ボグランプ。現在の控えめのものと違い存在感がありました。90年代に RV ブームが到来すると、ボグランプを装着する車が多くなりました。視界が悪い道路でヘッドライトの補助として使うものですが、ほとんど街乗りの人がかっこいいという理由でつけていました。そしてこのホグランプにはライトカバーをつけ装備しているブランド名を主張、カバーをつけたままで点灯して走ったことがない人もいたことでしょう。ちなみにブランドは猫のマークのマーシャルやシビエなどが人気でした。14個目、つり革。電車やバスで見かけるあのつり革、あの頃は車にも使われていましたよね。しかも車内につり革としてつける以外にリアバンパーの下につけるパターンもありました。見た目がダサかっこよく、アルっぽさを演出できて、車高の低さをアピールできるとの理由でバンパーの下につけるのが定番でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。